こんにちは、こんばんは。おはよう、ペイです。4月3日月曜日からですね、新入社員といいますか、新卒採用されて社会人デビューされた方、いらっしゃいましたら、入社おめでとうございます。社会人、ようこそ社会人へということで、まあ、いろいろとこれからですね、何十年と働いていかないとなりませんので、まあ、大変かなというふうに思いますが、まあ、ファイヤーでね、早めに、金稼いで、30代とかで引退ね、もう身を引いて、ゆっくりとした生活をされるという方もいらっしゃると思いますけども、まあ、大体がサラリーマンで、ね、働く方は、あとね、20いくつからかわかりませんが、まあ、18から働いている方もいらっしゃると思いますが、まあ、30年以上、40年、働いて、定年を迎えるという形で、あと40年はね、社会人やらなきゃならないんで、ね、いろいろなご苦労があると思いますが、まあ、頑張って、行っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、人生ですね、山あり谷ありということで、まあ、いろいろつまずきながらも、なんとか俺は生きて、まあ、来ました。人生の、先輩とまでは言いませんが、ね、先に生まれた人間としては、まあ、これからいろんな生き方というのがあって自由に生きていったらいいんじゃないかなと。もう昔みたいにね、石の上にも30年ってかじりついて一社にね、勤めるっていうのも別にそれが正しいってわけではありませんので、自分の本当にやりたいことをっていうのが見つかった人はもうやっていくべきだし、まだ見つかってない人はこれからやりながら探せば、いいんじゃないかなというふうに思います。で、今ですね、自分がいる自称ブラック企業の我が社の方にもですね、10名ほどですね、新卒社員が入ってきまして、まあ、俺の方の、セクションの方には来ないんですけれども、違う部門の方には、新卒採用、大卒ですね、大卒の方が、入られたと。まあ、高卒、専門卒、中卒の方は一切採用はしてません。それぐらい生意気な、クソ生意気な、会社なんですね。企業なんですよ。で、あとは中途採用で入ると下級社員と、あとはまたは、時給制のアルバイト、派遣の人もいるのかな、わかんないけど、あと外国人の方とか、いろんな働き方の人間がですね、おります。その中でもまたね、新しく加わった方、4月からですね、50代と40代の男性、社員が入ってきました。新たにまた2人増えました。それだけでもね、人件費の方はまた膨れ上がるという。そしてなぜか60以上のもう定年をして1年更新の働かないおじさんたちはクビにならず、更新を、ね、止まることもなくか、また新たに更新をしてですね、また1年いるのかという形で、本当に腹が立ってしょうがないところなんですけれども、まあ、これもまた人生というところで、まあ、自分もそういうふうにね、また下の世代に言われないように頑張っていこうかなというふうには、ね、思ってます。で、本当にね、新卒の方だけは挨拶をなんかね、全体の朝礼みたいなのがありまして、まあ、新入社員紹介みたいなね、入社式みたいな、今コロナで、特に大々的にやらないらしいんですけど、前はやってたらしいですね。で、オンラインでいろいろと挨拶と、そして画面に向かって新卒の方が一人ずつ挨拶と意気込みというのをね、語られて、まあ、本当に多分もうね、学生とはちょっと違う遊び気分とはもうね、かけ離れた世界に入ってくるわけです。そして休日出勤だとかね、嫌なこともあります。で、移動とか、まあ、その方たちは上級社員なので、転勤とか、そういうのがね、あると思います。理不尽な転勤。これに逆らうと、会社を辞める羽目になる、というところなんですが、この会社は、ノーといえば、評価はちょっと下がるらしいんですが、まあ、評価制度っていうのは、厳密な評価制度はないんで、さほど数万円の差がつくかつかないかぐらいだと思うんですが、そういうのがあって、まあ、ごねれば、なんかこう、自分の意見が通るみたいなところもあるようなので、まあ、新しい方は多分そこまで知らないでしょうけども、まあ、転職たった1年の
1年目の自分でも分かるぐらいの、そういうね、もう浅はかなレベルの内容です。まあ、だから規模はね、でかい会社なんだけど、もう本当に中身はスッカスカみたいなね、ハリボテのダンボールみたいな、ダンボルギーニみたいなね、ほら、ダンボールでカウンタック作ったなどじゃね、ダンボルギーニカウンタックを作りましたみたいな、ダンボルギーニみたいなね、あの会社ですけれども、まあ、どうなのかなっていうね、最初からね、ここの会社に新卒っていうのもね、ちょっとやべえんじゃねえのっては思うんですが、まあ、せっかくね、入られた方々は、ね、夢を持って、希望を持って、このね、我が社に入社という形を取りましたので、本当に、ね、おめでたいなというふうには思ってます。そして成功することを、祈っております。まあ、そんなこんなでですね、固い話をね、しましたけども、本当に、なんかね、年末ぐらいからバタバタっと新しい人たちが入ってきまして、多分年末は駆け込み需要、新しい新年を無職で迎えたくないっていう人たちがパラッと入ってきて、で、本当にどこも行くとこない人たち、も必死になって今度は、新年度に向けて、入ってくるという形ですね。まあ、その、自分が今いた、もともといたところを、2022年度、ね、2023年の3月末付で辞めて、4月から入ってくるという方たちも数名いましたので、ああ、そういうことかというところで。まあ一番びっくりしたのは、公務員をですね、辞めて入ってきた方がいまして、公務員を辞めるってめったにまず、なんていうかな、通常では、なかなかこう理解しにくいところがありまして、まあ大体犯罪をやったのか、まあそれとも、まあ心病んでしまったのかっていうね。後者であれば、まあ致し方ないところもあるんですけども、前者であれば、もうやべえの来たなっていうところがあるんですけど、まあ今見てる限りでは、まあ普通の人っぽい。ただちょっとね、やっぱね、メンヘラっぽい感じも、ね、俺の感想ですけどね、多分心病まれて、怒られたのかなっていう感じでしたね。動きとかいろいろ見てて、まだわかりませんよ。これから、今度自分のセクションのとこに何かしらで絡んでくることがあれば、まあ多分そこでわかるでしょうから、人間的なものは、ね、まだ挨拶ぐらいしかしてないんですけど、挨拶とあとちょっとその仕事ぶりの後ろ姿というか、仕事風景はちらっと見させていただきまして、まあ、生意気ながらにも評価をすると、なんだろうなっていうところがありましたけどね。まあ最初ですからね、まだ。今日これ撮ってる時は2日目なので、あ、3日目か、もう土曜日から来させられて、中東採用は土曜日出勤になってるんですよ。まあ俺は休みでしたけどね。で、もうだから先に会ってる方たちもいて、謎だねっていう話はしてましたね。みんな公務員辞めてくるって一体何だろうね、みたいな、話が。だってもう、ね、50代ぐらいの方なので、あと数年ね、いれば、満額の退職金と、ね、なんかがあったわけじゃないですか。まあでも、そこまで勤められてるんであれば、高額な退職金が望まれるでしょうから、まああとは奥さんも働いてればね、もう別に収入が下がろうが、もうそこで退職金受け取っちゃってれば、あとはゆっくり仕事すればいいだけの話なので、まあ、そういうスローライフを念頭に置いて来られてる方なのかなというふうにね、思いました。本当に無理な残業とかもないし、無茶な休日出勤もないし、そして仕事に対しての、まあ、詰め寄りとか、そういう、何ですか、プレッシャー、ノルマ、一切ありません。そういう本当に、責任があるようでないっていうか、自分が思うほど責任はないよっていうね。なんかあっても別に、ああ、これ気をつけてねで終わりなんですよ。しましょうとか何にも書く必要性もないと。まあ、その代わり給料は、そんなに良くないですよみたいなね。で、ボーナスもそんな掛け率良くないですよっていうところで。だから、まあ、金を取るか、働きやすさを取るか、っていうところで。まあ、働きやすさという部分では、まあ、ある程度自由にね、そのじじいたちも、野放しでやって、好き勝手やれてるので、
そういうのが通ってしまう職場環境だから、逆に言えば、自分たちがやりたいこと、やりたくないことはやらないみたいなのが通ってしまう会社なので、まあ、年取ってから働くにはベストかなという感じですね。わがまま聞いてくれるのでね。だから真面目にやろうとか、もうちょっとこう向上心持って上に行こうっていう人は絶対来ない方がいいです。入社したらダメなんです。で自分が、ね、じゃあなんでいいのかって言ったら、その経験値を積むと。未経験で入ったので、これを実務経験を積むために俺は今やってる。修行としてやってるんですよ。お金をもらいながら修行してるという考え方なので。だから、文句も言ってますけれども、文句を言いながらも金もらえてるので、そして実務経験積めてるというところなので、まあまあ、だからいるよという話ですね。今すぐ辞めるということはありません。まだ1年になりますので。そして今年、ちょっと転職の話といいますか、それが出る予定なのでね、出る予定なの。予定なので、出たら絶対そっちに、まず自分を売り込みに行きます。売り込みに行って、そして、まあ、ダメだったらしょうがないですよ。売り込みに行って話を聞いてくれるということになれば、精一杯のね、自己プロデュースを、してきて、売り込んで、そして、新天地へ、まあ、条件とかね、いろいろ聞いてみてね。で、同条件だったら行かないけど、少しでもいい条件であれば、移ろうかなと。そして向こうが採用してくれるんであれば、間違いなく行こうかなと。まあ、移住する計画があります。そうすると通勤時間の方がだいぶまた変わってくるので、そうすると多少でも楽な方行った方がいいかなという感じでございます。多分ね、同業他社の方が、福利厚生は多分間違いなくいいと思うんですよ。退職金とかもそっちの方が出ると思うので、まあ、あとわずかですけどね。ただ65歳定年制であればいいんですけどね。また、でもこれは政府から言われてますから、もう多分ね、その後数年後には変わると思いますけども。うん。まあ、ここの住宅ローンが64までなので、だから65までは働きたいなと。まあ、それ以降はもうどんなに困ってても働く気はありませんので、どんなに困っても貧乏生活でもいいから、まあ家はあるから、とりあえず、ゆっくりと余生を過ごそうかなというふうにはね、思ってますね。まあその頃にはなんか、ね、結婚とか、ね、今の人なのかわかんないよ。今の人と行きたいけども、それで、ね、入籍をすればいいかなと。できたらいいなという感じです。まあ、目標としてはそこですよね。まずはこの住宅ローン完済、そして次の車を買うのまた金貯めなきゃいけないんで、まあそれはいいや。それは泳いなんで、要は住宅ローン完済と入籍というのが、人生の最後の目標になってきますね。もう大金持ちになるのは無理なので、質素倹約しながら、細々と最後老後は、あと好きなこともやって生きていくと。まあ、体が動く限りスノーボードと釣りと、あとは、まあドライブ、ね、林道ドライブとか、あと車中泊とか、デイキャンプね、デイキャンプとかやっていきますので、またね、そういう動画も配信していきますので、まあ、ちょっと話がね、いろいろと飛びましたけども、とりあえず、新卒で入った方もいて、本当におめでとうございます。そして、共にですね、俺はまあ残り少ない社会人人生ですけど、頑張っていきましょうという話でございます。そんなこんなで、長々と失礼いたしました。4月頭の動画でございました。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ、バイ。